突然なんですが皆さん。いや、うちのチャンネルはいつでも突然に話し始めるんですけど、最近僕あんまり動画投稿してないじゃないですか。なんなら昨日こんなクソみたいな動画出して71回しか再生されてないじゃないですか。まあ、それは一旦置いといて、まあ、インクレディブルで私の最近の心を表現してみます。まあそんな感じで、他の投稿者さんも口を揃えて言ってますが動画を作るモチベが出ないです。スコアタ動画だそうにも同じようなやつばっかりだからマンネリしちゃうと思うんですよね。そもそも満足のいく動画がここ最近作れず、本当にピンチです。なので最近よくロスワに逃げてますね。そもそも運営さん、最近美課金税や無課金税に厳しすぎやしませんか？その横でコインの販売とかニャンゴ開催したりしても課金したいと思えるようなサービスにしないと余計ユーザー減る気がするんですよね。それと、最近ゲートばっかりなのもちょっといかがなものかと思うんですよ。ゲートって敵の HP とか多いし攻略が難しいからお世辞にも初心者向けとは言えない。周回できるだけマシなんでしょうけど、その後にスタミナ系を2連続で持ってくるのはさすがに意味ないんじゃないかと。こんな底辺がブチ言ってて何になるんだって感じですけどね。ただまあ、この前の例のタグみたいにただ運営を罵倒するだけのようなことはやめた方がいいと思いますが、そもそも僕最近のイベ数十連しか回せてなくて生きれてるのが不思議なんですよね。まあとにかく、マジで次イベこそは武道会でもマップでもいいから初心者向けの周回イベ来てほしいです。じゃないと私死んじゃう。あ、いやもうすでに死にかけなのか自分、こういう動画って作ってると何言いたいのかよくわかんなくなってきますね。とりあえず、コンイベ中も多分全然動画出さないことになると思います。っていうかイベント始まってもう一週間経ってるじゃん。その代わり、いいイベントが来た時はモチベ上げてとことん投稿するつもりなので、僕の動画を楽しみにしてくれてる数少ない方はもう少し待ってほしいです。あと、土日どっちかわからないですけどコラボ動画出します。多分、そちらの方も楽しみにしといてください。以上、最近編集してなかったせいで詰め込みたいネタが多すぎたよくわからない愚痴動画でした。